よろしくお願いいたします。江戸川大学土屋と申します、えー。私の専門はですねあの、レジャー研究の中でもストレスに対処する能力に着目したレジャー行動モデルの研究でございます。えー、ストレスとレジャーの関係についてはですねあの、後でもう一度お話をさせていただきますが、まずあの本日のテーマ、 ここに書いてありますように、えー、天使の声に耳を傾ける現代的方法を探ると、えー、キーワードとしてメディアビオトープというものを挙げさせていただきましたけれども、えー、こ,こ,をこのテーマに、えーま、テーマまでの流れを整理させていただきたいと思っております。えー、アメリカのレジャー研究ではです、ねあの、レジャーアセスメントに関する研究領域というものが発展してまいりました。 えー、アセスメント、すなわちあの現状を評価、それから査定をして、状況の改善に役立てようという研究なわけです。えー、これまでにさまざまなアセスメントツール、つまりは一種の、えー、問診票のようなものが開発されてきました。そのツールの一つに、例えばレジャーボーダムスケール、えー、これは予果退屈度というふうに呼ばれているんですけれども、訳されておりますが、 あこれを使うとですね少し面白いことがあ分かってきました。えーまあ、のレジャーアセスメントツールに関してはそこに書いてあるようにレジャーサディスファクションスケール余暇満足度に関するスケールですとか余暇、えー、生活診断テストあるいは内発的動機づけスケールといったものが、あのー、開発されてき、えー、たわけですけれども。 えー、このレジャーボ・ボアダム・スケールというのを見てみますと、えー、英語と日本語で言葉のニュアンスというものがですね、えー、多少、まあ、誤差があるとしても同じ尺度のはずなのにアメリカ人と日本人では結果が違ってくるというあのそういう実態が浮かび上がってまいりました、えー、具体的に申しますとアメリカの場合はですね あの自分の技術が非常につたないので、レジャーが楽しくないという答え、そういう方しか出てこないのですけれども、えー、つまり、えー、問診票としては、ですねだったら技術指導すればよいという処方箋になるわけです。ところが、日本人の場合は、レジャーをそつなくこなしているのにちっとも楽しくないと,、えー、という,う方が出てくるということなんです。 えっと、私はそのレジャーネガティブというふうに名付けたんですけれどもあのレジャーの価値にまだ出会えていない、えー、すなわち、えー、病理学的なイメージで言えばですね陽性ではなく陰性といいますか、えー、そういう人が日本にはたくさんいるということが少し分かってきたということなんですね、えー、レジャーに関わる技術があって使いこなしているにもかかわらず 単にそつなくこなしているだけでちっとも楽しくないと。これではあの少々つらい話になってしまいます。第、え、一、ー、それではレジャーとは言えないんじゃないかということでですね、あの一種の作業であり、あの義務とか仕事のと同じになってしまわないように、えー、どうすればいいのか、まあ。いわばそのレジャーというですね、一種の病気といいますか、あの熱病に <laughs>。 かかっていないな人、えー、これは、まあ、あのもちろん見方が逆になるわけであの産業革命以降形作られてきた近代的な労働の概念からすればレジャーはあのーまあ、一種の罪悪であり病気なんだという、えー、話になってしまうわけですけれどもこのレジャーといういわば熱病にかかっていない人にいわばどのように。 その病気になってもらうかと、えー、すなわちレジャーポジティブ、つまり陽性ですね、えー、レジャー活性度を上げていただくためにはどうすればいいのかというのが私自身の大きなテーマになっているということでございます。でそれではレジャーという病気は一体どんなものなんでしょうかということなんですね。えー、レジャー研究においてはですね、 あのー、通常、主に3つの系譜からレジャーというものを、えー、整理して捉えております。えー、まず、活動概念として捉える立場、それから時間概念として捉える立場、それから意識概念として捉える立場という3つでございます。えー、ただし、どれも一長一短がありまして、えー、例えば同じハンティングでという活動をで区切るにしても、 えーまあ、貴族と狩猟道にと貴族にとってはレジャーだけれども狩猟道それをなりわとする人にとっては仕事になってしまうとそれからあ時間を中心に考えるとして例えば自由時間なんだということを自由裁量時間だというようなと捉え方をするとしてもです、ね、持ち帰り残業とか仕事に備えた休養時間を えーまあ、レジャーとととして位置づけるるかかどういいった部分も気になるところでございます、えー、それからあ何をレジャーとして位置づけるかっていうのは同じ人によって同じ人でも場面によって、えー、異なってまいりますそれから一種の理想や理念として捉えようとするとレジャーを実態としてカウントできないと説明できないということにもなりかねないわけです。 えー、そこでですね、ここではあのレジャーという言葉の語源からレジャーの正体を捉える立場に私自身は賛成したいと考えております。えー、ラテン語のですね、えーまあ、リセレという言葉からはですね、レジャーとともにライセンスという言葉が出てきたと言われています。そこでこのライセンスの意味を頼りにして、レジャーの意味を整理していくと、 どうやらレジャーというのはある種の能力を身につけた人間に与えられる自由な心の状態というふうに整理できそうだということなんですね。それではその自動車のライセンスであれば自動車を運転する技能を身につけると行動で自動車を運転する自由が手に入ると別に運転しなくてもいいわけですよね。 えー、同じようにレジャーを考えてみるとある能力を身につけた時に自由な心を手に入れることができると、えー、ではどんな能力を身につけると心が自由になるかということに関してはですね不自由な心の状態というのを思い浮かべていただければ分かりやすいかなと思います、えー、自分自身をです、ね、がんじがらめに縛りつけてしまうものこれを分かりやすく ストレスという言い方で、まあ、言い換えたいと思いますが自分のストレスに関わるもの全てを捨て去るっていうことは難しいとしても一時的にせよ我々はその原因を忘れることができると思うんですね。だとするとですね、えー、簡単に言うとレジャーとは何かに夢中になることなんだと。 いうことが言えそううだななとということなんですね、えー、先ほど出てきたある種の能力というのはですね、えー、何かに没頭できる程度の技能あるいは集中力こういったものを指すということになりそうです。というえー、無我夢中という言葉がありますけれども、えー、どうすればその我を忘れるほど心を 奪われれた状態になれるのででしょううかとということですね、えー、もちろんその出会い頭の一目ぼれのような場合もあるでしょうし、えー、例えば馬には乗ってみようと人には添うてみようという言葉もありますあるいはあ習うより慣れろというような言い方になるかと思いますがあ時間をかけて辛抱強くですね、えーまあ、生,活と生活の中に持ち込むあるいは自分の血,血肉化すると。 えー、いううことともあるとは思うんですね、えー、ただいずれにしても,してもですねそういう夢中になれるものと出会えるかどうかと大事なことは出会いの場なのではないかということなんですね、えー、それは単に出くわす場面ということではなくてそのレジャーの,その本質的なあの価値素晴らしさに触れる機会これがあるかどうかと その機会が非常に奇跡的な万が一のことであったとしてもです、ね、それにもう一度出会いたくて、えー、触れたくて人は夢中になるということが言えるのではないでしょうかということですね。あのテニスとか 引き慣れればテニスとかゴルフでもですね非常に気持ちよくショットが打てた瞬間っていうのがあったとしてその手応えをもう一度あるいはあのこれまでよりも多く味わいたいということで人は夢中になっていくのではないかと思うんですねでそれではどのような出会いの場があると良いのでしょうかあるいはそもそも出会いとは何なのでしょうかということでですね ここでは我々人間がどのような生き物なのかというところまで遡って少し考えさせていただきたいと思いますフランスの社会学者にエドガール・モランという方がいらっしゃいますマスコミ研究でも知られている人なんですがこの人は人間の特徴をですね埋葬というものの中に捉えて見いだしています、まあ、現象的な意味での埋葬は 死者を悼む気持ちというよりは死者への恐れ、例えば死体が再びまた動き出すかもしれないと、こういう恐れを克服するために行われたのではないかという、んですね例えば屈創というような形を見てもですね動かないような形ということが予想されるのではないかということですね。つまり、動物であればあの死体を見たときに死体は死体だと、もう存在しないものだと。 というふうに、えー、認識すると考えられるわけですが、えー、人間に関しては死体にもはや動かないものあるいはこれまで通り機能しないものという意味や情報のほかにです、ね、もしかしたら再び動き出してこちらに危害を加えるかもしれないとこういう意味まで読み取ってしまう、えー、そういう、えー 我々はは生き物なのではないのというのが、えー、エドガール・モランの立場なんですね、えーまあ、シグナルとシンボルという言葉で説明するのが適切かもしれませんが、えー、このような形で人間は実際には目に見えないものをリアルに感じてしまうようになってしまったというですね。えー、一つの目に見える物体に対してたくさんの目に見えない意味を感じ取ってしまうと。 えー、辞書を例にとればわかる通りですねたくさんの意味の中から一つを選ぶのはとても大変なことですし、えー、前後の文脈やあの周りの状況を総合的に判断して初めて意味を確定することができると、えー、ここからですねモランはですね人類をホモ・サピエンス理性の人というよりはあホモ・デメンス錯乱する人というふうに名付けたと。 ということなんですね、えーまあ、人間活動を整理してみると実際には目に見えないものをですね実際に目に見えるものを通して見る実感するこういうふうに我々はその生きているのではないかということなんですね。えー、このことをヒントにするとその出会いの意味も分かってきそうな気がします。つまり 見えるとか見えないっていうものを、ま、情報というものに置き換えた時に少し、えー、出会いの場というのの中身が分かってきそうかなということです。ここにですね国会議事堂の、えー、写真があるんですが右側の上の絵になりますね。 これで頭の体操というか少しあの準備運動を行ってみたいと思うんですが皆さんよくご存知の日本の国会議事堂の屋根の上には何が見えるでしょうかということで,です、ね、大学で学生に尋ねますと空が見えるとか雲があるとか何もないとかです、ね、少し気が利く学生ですと飛来心がありますなんて答えたりするんですけれども実際に目を凝らしても何だかよくわからないと。 ということなんですね、えー、そこで、えー、じゃあ実際何があるんだろうかということで、えーまあ、世界の他の国の国会議事堂について調べてみましょうというふうに、まあ、授業ではなるわけですけれども実際にはアメリカの国会議事堂は中央が丸屋根式のドームになっているような建物ですしロシアの場合にはその帝国時代の宮殿がそのまま使われているとかあるいはそのブラジルなどは 忍耐性というもののコンセプトに即して、まあ、球体を半分に割った形で一つは、えー、伏せた形で一つはあの上を向いた形でこの2つ合わせて完全な球で、まあ、地球を模しているわけですが完全な球ができると忍耐性があって初めて、えー、うまくいくんだというようなコンセプトをうまく形にしているわけですけれども。 それでは日本の国家議事堂はなぜ、えーまあ、写真にあるような、うん、衣装、デザイン、設計になっているのでしょうかということなんですね。えーまああのー、当時、設計当時、いろいろと議論はあったようですけれども、結局のところはアメリカのものに近い中央ドーム型のバリエーションに落ち着いていると。えー、ただし、 中央塔の屋根の部分はその丸屋根の円形ドームではなくてピラミッド型になっているということなんですね、えー、それではピラミッドは何かとなぜ日本でピラミッドなのかという話になるわけですねもちろん皆さんご存知の通り、えー、ピラミッドというのは国王のや王族の墳墓あつまりモニュメントになるわけですね、えー、ではそれでは一体誰を偲んだモニュメントなのかという疑問が 出てきますここで日本の国会つまり議会制についておさらいをしてみますと皆さんご存知のとおり初代内閣総理大臣これは明治18年に誕生するわけですそれから帝国議会というのは明治23年に開設されるとそれから政党内閣制というのは明治31年に始められるんですけれどもどれも同じ人物が始めているとつまり えー、ご皆さんご存じのように伊藤博文こそが近代日本議会の生みの親といえるわけですね、えー、その伊藤博文が暗殺されたのが明治42年になるわけですが、えー、設計を経て20年余りかけて昭和11年に、えーまあ、国会議事堂が完成します、えー、まあ主人の高村光太郎なんかはですね昭和16年に えー、自らの詩,詩の中で墓のような議事堂の痩せたドームというような表現を使っていますが、えー、当時国会議事堂とあ霊廟というイメージがあー重なっているというのは一般に共有されていたイメージだと言ってもいいかもしれません。えー、またその神戸にあったという伊藤大博文の銅像これは明治44年に作られているんですが。 その銅像の台座を設計した人物の弟子がですね、義、まあ、通徹という国会議事堂を設計したという点からもです、ね、国会議事堂と伊藤博文との接点は外せないものと考えていいんじゃないか。 えー、ここまで整理してきますとお分かりの通り国会議事堂の屋根の上には伊藤博文公のです、ね、銅像が見えそうだと見えたらいいなというのが先ほどのい、えーまあ、わばクイズのようなものの答えになるわけです、えー、つまり、えーまあ、我々、まあ、何にも見えないと。 思ってもです、ね、我々人間にとって見えないというのは情報不足で気が付いい、えー、きのためあるいは出会いのために、まあ、奇跡的な運命をです、ね、待つだけではなくて、えー、我々にはです、ね、情報をつなぐあるいは紡ぐと言ってもいいかもしれません、えー、そして伝える知らせるという手段がどうやらありそうだということです それではどのように情報を伝えればよ,いより良い出会いにつながるのでしょうかということです。はいえーまあ、先ほどですね、えー、エドガール・モランという人の考え方を借りて説明いたしましたけれども私たちは情報の海の中あるいは霧の中といった方がいいかもしれませんがその濃淡の中を手探りしながら生きていると言えそうだと。 それでも道に迷う前として必死に他の情報を探し手に入れそれにすがりながらまあとぼとぼと歩いていると言ってもいいかもしれませんえー、でもでは情報なら何でもいいかたくさんあれば何でもいいかというとそうでもないでしょうということですねえー、アナロジーとかですねゲシュタルトとか言った言葉がある通り同じだけの情報があっても 全く違うものとして見えてしまうことがあるっていうことなんですね。えーまあ、全体一つの存在はですね部分の部品の集合体以上の意味を持っていると、えー、いうことでございます。えー、ちょっと違った見方をすると同じということと似ているということの違いは何だろうかとそもそも異なるものがですね 同じように見える似ているように見えるっていうのはどういうことなんだろうかっていうことなんですね。えー、パーツが違うにもかかわらず同じようなあまあ、えー、雰囲気を醸し出しているという時に似ているというふうに我々は感じるわけですけれどもそれはどうしてなんだろうかということなんですね。えー、まあフランケンシュタインの怪物がですねリアリティを持っていたのは あまあその今から100年ほど前にえ始まったフォーディズムと呼ばれるようなですね部品を組み立てて製品を完成させるとそういう大量生産のスタイルが力を持っていたからに他ならないのではないでしょうかとつまりフランケンシュタインの怪物は墓場からいろいろ集めてきてえまあ,あの 合わせたところ人間普通の人間存在以上の、えーまあ、存在が誕生したということですねこれはパーツを合わせて全体が出来上がったっていうことなんですけれども、えー、実際にこういうことをしても現実には、えー、人間あるいは生物というものが誕生しないというのが今我々は分かっているところでございます、えー、つまり えー、そもそも人間一人一人顔が違うようにですね、えー、求めるもの夢中になれるものその理由も一つとして同じではないということですよね、えー、だとするとそれを社会や企業がすべて形にしてから提供するというのでは少し無理があるように思います、えー、それぞれの人が自分の求めるものを追求していく、えー、あるいは自分で形にして仕上げていく そのような形で進んでいくための基盤やフォローアップが足りないからこそ冒頭で述べたようなですねレジャーネガティブつまりレジャーをそつなくこなしてはいるけれども技術はあるけれどもちょっとも楽しくないという人が多くなってしまうのではないでしょうかということなんですね。まあその時に資料にありますように関係性やその文脈の捉え方これであの全体が見え,見え方が変わってくるということですよね。 えーまあ、あの最近展覧会で騙し絵の、えー、展覧会なんかもやっておりますけれども全、えー、部分がどういう構造で成り立っているかによって見え方が変わってくる我々の、えー、感じ方もそのように違うのではないでしょうかということですね、えー、これを、えー、情報という言葉で置き換えてみると、えー、どんなにたくさん量があるデータベース を作ってもです、ね、そういう一つ一つの部品である情報を積み上げても、えーまあ、楽しい世界は誕生しないと。どのような構造でどのような形で情報をつないでいくと価値あるものに出会う場を構築できるのかということがあの次の課題になってくるわけです。つまりつなぎ方によって、えー、世界が変わってくるはずだと。えー、つまり えこの問いはです、ね、どのような形でその情報をつないでいくと価値あるものに出会う場を構築できるのかという問いはです、ねえー、価値あるものとの出会いを私たちに導いてくれるという意味で,です、ね、現代的な意味でのいわば天使の声を探求する試みにもなってくるのではないでしょうかということなんですね。えー 現代的な意味でのつまり我々に出会いを導いてくれるものとしての情報の在り方を考えた時ですね、えー、価値を伝える存在としての、まあ、天使エンゼルというものを考えた時それはですね普段我々と我々が日常を接しているものとは異質のものと出会うそういう価値を伝えてくれる存在であろうと。それから つなぐべき価値っていうのは必ずしも時間や空間を選ばない、えー、つまり一般的にあの一義的にですねこうつなげばいいというのはあのマニュアル通りには決まらないということですね、えー、さらに言い換えますと時間と空間を超えてつないでいく、えー、ということつまり、えー まあ、一つのメディアでは対応できないと、情報という視点から見るとそういうことが言えそうだと。えー、現代において、えー、エンゼルはどこに現れるのかということを考えるとです、ね、異質なものとの出会いの場にあ,あの囁き声とともに、えー、我々を導いてくれると、こういうふうに考えますとです、ねえー、先ほどの国会議事堂の例ではありませんが、あの 自分が気づいていなかった知らなかった情報それをインタープリテーションきちんと解説するそして、えーまあ、より良い輝きを与えてくれるあるいはそのようなメディアによる技術的なサポートこれがですね、えー、我々が天使と考えてもいいことものなのではないでしょうかということですね現代的な意味ではですね インタープリテーションとメディアの中に、えー、天使の声は潜んでいるのではないでしょうかということでございます。えー、ここでですね、えー、今日の,あの、まあ、キーワードでありますメディアビオトープという考え方をにようやく行き着くわけでございますけれども情報環境というものをですね、えー、まあ我々は単にこれまで情報情報というふうに ここでは言いますが我々を導いてくれる価値に導いてくれる大切なものとして考えた時に、えー、情報環境というのは単にコンピューターの世界ではなくそれからマスメディアのものでだけではなくいわば我々が生きていくという営み生態系全体と関わると考えてもいいのではないでしょうか。 でそこで生態系というものを例にとって、えー、まああのアナロジーとして情報環境というものを考え直してみると逆に考え直してみるとですねいろんなことがちょっと見えてきそうだということですね、えーまあ、生物世界全体が個体と種との組み合わせの中でできているあるいは個体の生命の流れもですね えー、一つ一つの細胞が動的平衡を保っているつまり欠けたピースを埋め合わせるような形保管する形で、えー、我々が昨日と同じ姿で今ここにいるというようなそういう形で答えが成り立っているそれからですね週ごとに、えーえー、まあ競合しないような形で住み分けているということを考えると これを情報環境で考えているとメデ,ィアがメディアは棲み分けをしているというふうにも考えられるだろうとそれからです、ね、多様なメディアが棲み分けながらその現在の情報環境を作っているとすると、えー、多様性を維持するメカニズムとしてです、ね、各メディアが孤立しているのではなくそれぞれ適切に関係を保って成り立っている。 まあ太陽系と地球のようにです、ね、例えば地球は一種の閉じたシステム系として成り立っているわけですけれどもそこに宇宙空間から離れた太陽からエネルギーが降り注ぐ形で閉じたシステムの中の地球はうまくダイナミズムを保っているわけですね水の流れと同じようなことで情報環境というものも考えられるのではないかと。 いうことですね、一般的にあのメディアエコロジーという考え方もあるわけですがここではです、ね、生,殖生息場所としての生息場所としてのビオトープあー、まあまあ、生命の場所という意味で、えー、ビオトープという言葉を使わせていただきたいと思います、えー、再構成を試みるという,いうイメージもありますし ビオトトーープ間のネットワークをさらに、えー、構想すするといいいう意味合いもございます、えー、寿,寿命の異なる情報をどう共有させるか、パラダイムの異なる情報をどう共有させるか、それから閉じた経営同士の情報、やり取りで情報をどう共有させるのか、こういったことがですね、えー、メディアビオトープというものを、その概念を考えたときに、えー、浮かび上がってくる。 ものだとということで,ございますですから、えー、デジタルメディアそれからアナログメディア間のやり取りマスメディアそれからパーソナルメディア間のやり取り、えー、もっとミクロに言いますとですねミクストリアリティという表現がありますがつまりバーチャルなリアリティと実際のものを重ね合わせて、えー、提供するということになるわけですがそういうミクストリアリティ こういったものを今言ったような全ての住み分けを確保しつつ交わりの部分を確保しつつお互いに孤立しない形で情報を提供していくということが可能になればですね我々が求める天使の声というのはもっと聞きやすくなるのではないのでしょうかということで。 ございますえー、最後に、えー、具体的なメディアビオトープのイメージとしてど,どんなものがあるのかということを考えた時にです、ね、例えば現在その観光地をテーマとしたカフェといったものが、あのーまあ、町にございます、えー、それから、えー、必ずしもその商業行為に肯定しないような在り方としてのコミュニティカフェというのは存在がございます。えー そういったものそれからですね情報のその,、えーまあ、あのミックスという意味では漫画喫茶のようなものもですね、えー、活字それから、うん、デジタルそれから、えー、画像テキストそれから流行古いものいろんな情報があそこでは交錯していると思うんですけれどそういったもの、えー、そこにですね実際にその単にその デジタルとかアナログということだけではなくて、えー、例えば神田の古書店街でありますとかあるいは観光地とかレジャー活動のフィールドそのものも含めた形での交わりですね、えー、そういったものにさらに、えー、まあ,あのネット的なイメージで言えばこれは必ずしもその電子媒体でなくて構わないんですけれども 曖昧検索といわれるような今研究されている領域がありますけれどもテーマに応じた曖昧検索ができるようなシステムですねこれは例えば人と物がどのようにつながっているのか予想もつかない形でつながりを見せているというようなものを検索している中で自分で掘り下げて発見していくようなことが 可能であれば、それがあのメディアビオトープというようなものになっていくのではないかと思います。もちろんこれはですね、えー、観光地やレジャー活動のフィールドそのもので、えー、そそのものその場所から情報他の情報にを訴求していく遡っていくということも含めて考えられることだと思っていただければ。 幸いですえー、まあ多少長くなりましたけれどもそういった形でメディアビオトープというものがうまく形にできると我々の求める豊かさ10人頭色から1人10色と言われているような多様性に対応した豊かさを提供する形が出来上がっていくのではないかと思っております。というわけで。あの ご清聴ありがとうございました。